ようございます。メタボンです。今日は7月の8日、昨日七夕だったんですね。ちょっと後から気づきました。で昨日は、モンゴルに、入国をするために午後2時ぐらいには国境に来ていました。でルートとしてはウランウデからキャフタを通じて、モンゴル入りをしたんですけれども、当初ね早いと2時間、遅くても4時間半ぐらいで出たっていう実績を聞いていたので、結構まあ余裕だろうと思って到着はしたんですけれども、結局ね終わったのが9時半過ぎてましたね。7時間以上、時間を費やしました。まあ、土曜日だったっていうのもあるのかな。まず国境で車が国境を越えるのに、要は営業車、トラックとか荷物を、ね、生活物乗せているものに関しては優先的に通っていくので、自家用車とか入国を待っている、ね、外国人のバイク、車などは一番最後になってしまうんですよね。でゲートも24時間オープンということなんで後回しになる。で営業車は夜の8時くらいまでで終わってしまうので優先的になる、まあ、そういった理由からちょっと遅れました。なのでさすがに国境を越えてね、オアシスまで